いきなり降り出してきましたね。さあ、急ぎましょう。ずるいよ、いきなり降り出すなんて。サモちゃん、部に届け物あるって言ってたし、時間かかるのかな。シズマ様、エトワール様。どうぞお入りなさい。いいんですか。傘は雨の日に入るものよ。終わりになさいますか。いや、すぐに出るから。使わないのよね、ここは。寒い。濡れたからよ。だからババに行くのやめようって言ったのに。さっきまで晴れてたんだもん。ねえ、光。光が風邪をひいて休んだら、天音様はお見舞いに来てくれる？そんなわけないよ。日傘借りていっていいですか？こちらです。これ借りますね。どうぞ。ちょうどあんな色の傘なんですよ。ダメね。この傘が大きすぎるの。もうこんなに濡れて、風邪でもひいたらどうするんですか？私たちは聖火隊なんですよ。特にヤヤ先輩はうちのエースなんですから、もっと自覚を持ってください。なんであんたがここにいるのよ。私たちのこと心配して待っててくれたの。ありがとう、つぼみちゃん。たまたまですから。たまたまさっきタオルを取り込んでて。どんなたまたまなのよ。光、シャワー浴びよ。今、準備するね。最初に水が出るから注意しないとダメです。私が準備します。私と光が入るの。入りたければやや先輩がお先にどうぞ。一緒に入るって言ってるの。これはミステリーね。傘が消えるなんて。私が忘れちゃって。チカル様、これを見てください。なるほど、置き傘と間違われたのね。今日ここの傘を借りた人はいるの？午後から雨だったので、たくさんの人が借りてて、誰が何を借りたかはちょっと。あ、チカル様、そろそろ門限が近いです。あら、残念。じゃあ、秘密部の本日の活動はここまでね。はーい。お疲れ様でした。
ベンダーです。ヤヤちゃんはいつもハーブティーなんです。ラベンダーはイライラを抑えてリラックスさせてくれるわ。今日のストレスが消えていくようです。でしょ？まだ降ってる。ほんとだ。嫌いじゃないよ。お気に入りの傘があれば。うるさい1年生がいなければ。愛する人と相合い傘できるなら。私はあんまり好きじゃないです。ババに行けないもんね。もうそろそろお部屋に戻りましょうか。うん、傘見つかるといいですね。ありがとう。今日はどうもごちそうさま。ごちそうさまでした。来てくださいね。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。昨日はごめんね、かごめちゃん。今日は必ずあの傘見つけるからね。それだけじゃないわよ。ね。アーシバルのお友達。そうね。今日こそ傘の持ち主も見つけなきゃ。じゃ、午後は秘密部に収納よ。はーい。重くないですか？全然平気。あ、私の机にも本を置いたままでした。先に玄関で待ってるね。渚ちゃん、今日は…傘戻ってこないんですか？今日図書委員の友達にも聞いてみますね。ありがとう、千代ちゃん。いえ、渚お姉様のお役に立てるなら。星は現場に戻ってくるってよく言うでしょ。星？傘を持ってった人、彼女は今日間違いなく現場に戻るわ。そっか、置き傘を返却に来るんですね。そういうこと。さて、秘密に出動よ。図書館？傘を返すの。まさかご自分で借りてお忘れになってるんじゃないでしょうね。忘れるわけないじゃない。それじゃあ明日の聖火隊の集合時刻は？ややちゃん才能あるんだからもっとやる気出さないとね。本当です。今日は外に出るまで話しませんから。たまおちゃん、だいたい渚ちゃんが魅力的すぎるのが罪なんです。違うわ。あの子は同業者かも。今日戻ってこなかったら諦めて新しい傘買おうかなって。お気に入りだったんでしょ？すみません。
それは。